こんにちは、あるいはこんばんは、生体にワンドです。ということでね、今何時ですか？今、言っちゃっていいですか？どうぞ。11時45分。残業。残業が過ぎるな。俺、嫁に何にも言ってねえよ。俺も言ってないです。春夜がね、スタッフの質問転がしたがっちゃって、転がしたがっちゃってもうね。だけど今回はちょっとこれはね、喜ぶ人もいるんで。ああ、そうなんですか。じゃあ、ください。せっかくね、はい、動画にも出ていただいて、はいはいはい、そうね、コラボをして、あ、だからこう結果がね、あ、見てもらってるんだっていうのを知ってもらえれば、ね、あ、なるほどなるほど、喜ばしい。じゃあお願いします。はじめましてでマシュマロで失礼いたします。にゃまさんとのコラボ動画から、はい、ぜひ、うん、行きたいと思っています。にゃまのコラボを見てどっちだろう。最近の方かな。言うと4日前の投稿なんですね。あ、じゃあ最近のかな。最近の、私は筋肉がすごく目立ってしまっているのですが、イワンドーさんでは筋肉太りは改善できますでしょうか。太ってんのそれ。これもあのないんですけど、年齢と性別がない。年齢と性別くれないと困るな。困るな。年齢があると一番ありがたい、ね、まずこれ男子だったら答えるに値しない質問が来てしまいましたという話ですね。そうですね、女性であってほしいというところからね、はいはいはい、女子を想定して言っときましょうか。そうですね、そうです、大事です。あのね、なんつうのかな、僕のね患者さんにさ、ちょっとなんつうんだろうな、これ、あ、それじゃ何それ、あ、太鼓の人、違う別の人、あのオーストラリアとかにさ留学とか行って、あ、うちの某スタッフがえらくすごく可愛いって言って困っちゃってるね、あの、まあその俺の患者さんのことをね、ああ、はいはい、約1名、ああ、はい、ああ、わかりました、はいはい、大丈夫、非常に好みであるということでね、そうっすね、まあ、あえて名前は伏せますけども、でそのその子はですね、筋トレがねハマっちゃってそうっす、ね、一時期でそのオーストラリアとか留学してなんかさ、もう肉とポテトしか食ってないみたいなノリでもうすっごい太ったわけ。もともとめっちゃ細かったんだよ、スタイルめっちゃいい子だったんだけど、めっちゃバコン太って、でそれでその後筋トレにハマって、でっかくしてから筋肉してからでっかい筋肉になっちゃったわけ、体中がもうね、戦う女みたいな、アマゾネス、そうそう、アマゾネスバディになって、お前総合格闘技でも始めたみたいな、あのね、山本美優選手みたいな、ちょっと強そうじゃん、そう、あのキッドのねお姉さんで、山本美優選手よりもある意味いかついかもしれない、ある意味、ね、
もっとモリッとした感じだったので、あの人は上半身すごいけど、もっとなんつうのかな、もっとね、なんつう、もっと戦うボディーなんだよ。逆に。トップファイターよりも逆に。そこ出ればいいのに。っていうノリになっちゃったんだけど、あのね、ユアンドのね、ブーストスイッチっていうのと、そのワインドブーストっていうのは筋肉に働きかけて、あの、なんでこんな縮むんっていうぐらい縮ませられることはできるんだよね。女性限定ね、その代わり、基本女性限定。大丈夫です。そう、美容整体は女性限定。なので、可能か不可能かで言えば、可能なんだけど、例えばね、その筋肉デブって言ってんの？筋肉がすごく目立ってしまってるっていうのは、すごく目立ってしまっているので。ほら、筋肉太りって言ってるじゃん。で、アッキーって筋肉質じゃん。筋肉質ね。俺も筋肉質じゃん。ね、でもデブじゃん、二人とも。で、デブなんですか？の代わりに見える？反対側透けてる？体格がいい。いやいや、それはまあ優しすぎるよ。いや、優しすぎる。これ筋肉太りですよ、これ。ね、太っちょですよ、俺とアッキーは、パッと見。ね、体脂肪率が実は低かったりとか、まあ、アッキー食べやすいけど、でも筋肉量が異常に多いわけよ。俺、背筋力測ったらさ、270キロ以上あったからさ。ゴリラです。そうそうそう、小型のゴリラなんで。だから、で、まあ、その上にこうさ、ショックアブソーバーというのの脂肪をこうコーティングしてるわけだから。かっこいいっすね。かっこいいわね。まあまあ、ラードですよ。だから、これは筋肉もあった上で脂肪もくっついてると。もうスタミナもは脂肪でこうね。ラクダのコブですね。そこをくっつけちゃってると、じゃこれ、こういう感じになっちゃってると、もうすごく良くないですね。だから自然に筋肉がついてるのか、それとも筋トレしてついちゃったのか。これなの。な、大事なところ。大事なところ。だからね、ジムワークやめてってよく言うのは、あの、その、発筋っていう、こういうごついドカンとした体を作る上では、ジムの短時間での集中的な運動っていいんだけど、女子を女子らしくできないんだよ。筋肉つきやすい女子は絶対に筋トレしちゃダメなの。だそのアマゾンのやつボディになっちまった人はもろそろな。あの、男性並みに筋肉がつきやすい。もう狩猟民族ですかっていうぐらい。どうしましたっていう。農耕民族のボディじゃないですよって。大体叱られてましたもん、ね、そう最近はだいぶあれですけど、筋トレやめて、あのすごいだからスタイル良くなったでしょ。でその太ったから、太って整体使って痩せたの。そうだから胸が落ちない。で肋骨がグイグイ締めてっちゃったから、とんでもないカップスになっちゃったんですよ。えどうしたみたいな。わかんないって言ってた。谷間とかなかったんだよ。谷間しかないから。わかんないっていうのいいですね。わかんないって、まあ、そんな感じでですね、筋肉質でも、だもしトレーニングとかしてたらもう直ちにやめていただいてですね、ストレッチのみにしていただいて、あとまあ長時間の連続運動、30分以上1時間ぐらいの、まあ、ウォーキングとかにしてもらって、筋肉の質をね、白筋から接筋に変えてもらいたい。まあそれね、こういうのつきやすい人は接筋に今度なりづらいんだよ。そうなんですよね。そうもうだからね、まあそれいうのに、まあ一回ブーストスイッチで痛みが出ないような状況に持っていってからワインドブーストをかけていくと、ジュッと絞る。ただね、でも筋肉のある人はやっぱ筋肉筋っていうのが出てきちゃうから、そうでしょうがない、つけちゃったんだもん。でも筋トレしてたら本当直ちにやめてくださいって感じ。こんな感じですよ。大丈夫ですかね。だから細くはなるからね。でもね、細くはなりますね。細くはなる。だからなんかコリコリの華奢になるっていうのは健康的ではないんで、整体、美容整体ではもうできないんですよ、最初から。そこを目指してるんだったら、もうちょっといけない薬を使うとか、そういう方になっちゃうんで、ちょっと私とはちょっと専門外になっちゃうんですね。というか、犯罪ということになっちゃうんで、お気をつけくださいみたいな。男性だったら、男性だったら知らねえよ。聞くんじゃねえよ。ね、俺それ聞きたかった。あ、そうだ。俺が聞きたかっただけですよ。もう知らねえから、とにかく走ってろと。ね。いやね、男性って、まあ、太ってんでしょ、だって。男性が自分のこと筋肉太りって言ってたら甘えんじゃねえよ。それただのデブなんだよ。ちゃんと自分でただのデブと思ってるから、ちゃんと。今日俺今回好きっす、ね。あ、これ好き。好きっすね。男子知らねえから、ほんと。男子は美容部なんてのは自力で頑張るだから。そういうもんですよ。甘ったれてない。だそういうこと意識しないで骨盤矯正来てね、うちにね。そのやっぱ痛いとこう毛を治す意味での骨盤矯正来てて、痩せちゃった男子いっぱいいますよ。いっぱいいますけど、知らないよ。男子だと知らないよ。考えて頑張れ。とにかくそれしかねえ。答えはそこにしかねえ。
今回はいいですね、俺好きっす。あ、いい回、全体的に10本目ですね仕上がってきますからね。そう、テンションも上がりきらなかった疲れちゃったそういうことです。なんかすいません、そういうことでした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ